おはようございます。今日はですね、先週に引き続いて島さんとスタジオでボーカルプリプロダクションということでやっていくんですけど、1日の流れ自体は前回とほとんど同じで、曲だけが変わっていくっていう感じになると思うんですけど、ぜひ今日の動画も楽しんでいってください。もう一回頭がかけてみよう。はい。聞いてみましょう。はい。すごくいいんじゃない？はい。まあ本ちゃんの時はな、こんなにサクサク進まんけどな。いいんじゃない？お疲れ。お疲れ。じゃあこれを落とすよ。はい、お願いします。では休憩に行ってきます。ちょっとオケのがさっきと同じ音量で出すけど大丈夫かどうか。はい、大丈夫です。はい。はいよ。そうそうそう。よかったのに、ともに焼きって言うとD が出てこなかったです、うん、D が出てこなかった焼きやったな。焼きでした。今のやで。はい、今日は作業終わりました。ではまた明日お会いしましょう。どれぐらいのガイドが出とったら歌えるかちょっとやってみて。はい、これぐらいガイド取れたら OK。 大丈夫です、うん、じゃあこのコーラスパートの先取っちゃおうか。はい。あ、これがコーラスになるんですか。いやいや、これが主線。これが主線です、うん、いくぞ。はい、これでいいんじゃないかな。この方がなんか伸びやかさは、うん、あのほんでしかもその高いとこはコーラスで入れるから、あまりに高いとこが続きすぎてちょっと超音波感が半端じゃない。超音波感そうですね、確かに、うん、こうしましょう。はい、はい、相応のところは今の感じで大丈夫そうです。まあ、あの本ちゃんの時に相応にしてとかって言うかもしれないな。あ、うん、まあ今はこうしとこうか。はい、今日と明日で花の歌詞書いてくれたやつもやるけど、はい、それとかは2週目以降とかに伸ばしとけばいいんじゃない。あ、慣れる時間がないやろ。そうですね、そうすれば全部2週間ずつぐらいは、うん、そうなるからな。ほんでまあ昨日今日やってるやつはちょっと短くはなるけど、それでもこうこんだけ歌ってるし。そうですね、練習できてるね、うん、この音源があれば繰り返し聞いたり歌ってみたりってできるやんか。はい、それをやっといてくれれば。はい、ちょっとタバコ吸ってみます。はい、わかりました。今ロード中に。はいよ、お待たせしました。いいじゃないかな。はい、うん、ちょっと揺れてるけどそんなんは本番の時に細かくやりましょう。はい、上がりっぱなしだった。上がりっぱなしです。そっちでやってみよう。はい、はいよ、いいと思います。ぐらい言うてて、あ、ここで最低限ぐらい。ここ最低限。うん、
じゃあ B メロいきましょうか。はい、さあ、わかった。すごい上手に歌ったじゃん。はい、あとでもこれは今音程とか良かったからそれ恒例にしときますけど、はい、A メロで下がったところのテンションが静かに歌うテンションに落ちちゃうのはちょっと注意しよう。ごまかした自分の書いた歌詞やのにごまかした。はい、もう一回いくよ。はい、1回目のやつよりちょっと下ですよ。うん、こっから出ますか。こっから出るからあごめん、こっから出るからねっていう説明でした。ああ、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、あ、いいんじゃない。ちょっと待ってな。誰だ。ウルトラマンはメールなんだよ。あ、そうなんですね。ほら、またソフトバンクやろ。ごめん。バンクソフトバンクに営業されるの。ここってお前得意なレンジやんな。ここはピッチもすごいいいし。いいんじゃない。お疲れ様です。うん。まあでもこんだけ鼻もげラボから始めて、でしかも言葉がハマったらこうっていうのもやって、いやもう自信持って、でもあのええのが取れるまでやってあげるから。ああ、ありがとうございます。うん。ほんでその代わり、その代わり一個だけ言うで、あのもう一回って言ってるのは意地悪じゃないからね。もちろん分かります。ということで3日目が終わりました。で明日あと2曲やって、終了という感じになるんですけど、また、明日のブログも続けて撮っていこうと思います。パスとは言い切ってしまう。パス。うん。っていう風にしよう。はい。3行取ります。はい。パス。今日や。すみません。パスに集中してる。今みたいな言い方。わかりました、うん。やりやすかったというか。うん。感じました。おじさんはたまにはたまにええこと言うよ。たまにじゃないですけど。いや、すごい勉強になります。歌もリズムでエッジ感。勢いとかっていうのはそういうことで、はい、やっぱ鼻の歌が若干落ち着いて聞こえる人たちっていうのがいるとしたら、はい、その律儀なリズムの取り方が原因かもしれんな。その律儀なリズムの取り方っていうと、なんか別に悪いことじゃないんやけど、律儀にリズム取って何が悪いねんっていう話なんやけど、あールーで上がってる方がいいですか。上がっといて。お疲れ。お疲れ様でした。ということでこの曲のバランスを取っちゃえばいいんやな。まだ30分ある。ということで終わりました。土曜やし、あのみんなね連休や言うたって東京から離れてないからさ、人は多いわけじゃない。そんな時に工事してたから、これでもう全然動かない。最近工事多いっすね。おいおい、
やることないからもらおうと思ってるんじゃないとりあえず、うん、とりあえずほっときゃいい、とりあえずほっときゃ LINE するわ。わかりました。お疲れ様、気づけてね。はい、また来週から頑張ろう。はい、よろしくお願いします。まあ、いろいろやっとくんで、ちょっと D に落としたらどうかはやっといて、家でちょっと、はい、うん、よろしく。ありがとうございます、お疲れ様です。ということで、プリプロダクションは終了しました。まあ、来週から本番のレコーディングが始まると思うんで、しっかりと準備してやっていきたいと思います。